ちは。こんにちは。神です。どうもです。先日ですね、ちょっと告知を何度かさせていただいているんですが、一番街のですね、うちは不動産前、一番街商店街の中にですね、真実の口なるものがですね、お目にするということで、今日はその除幕式、2人でちょっと取材に行きました。はい。いや早くもですね、ちょっとまだ時間10分前ぐらいなんですけど、人が結構集まってきていて、ね、なんかどん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 ドリンクまでいただいて、ちょっとこう食べ物もね、少し出ている感じで、土屋会長にいろいろとこう告知をしていただいたんですけど、なかなか人が集まり始めてるな。そうですね、はい、あの幕が、見えます？幕というか、カーテンみたいな幕がバッと開いて大見えするんですかね。はい、どういう楽しみですね。楽しみですね。はい、はいはい、手入れてみる？入れれるなら入れてみたい。正直者じゃないと入れちゃダメっていう話。入れれない。じゃあ入れれない。入れられない。入れられない。かもしれない。はい。ちょっとね、どんな除幕式になるか楽しみですが、はい、楽しみです。はい、ちょっとお付き合いください。はい。皆様大変お待たせいたしました。お集まりいただきまして誠にありがとうございます。それではただいまより八幡一番街商店街、土屋ビル真実の口除幕式を開催いたします。今ご紹介に預かりました八幡一番街商店会長の土屋です。本日お集まりいただきまして大変ありがとうございます。ローマの休日で有名になった真実の口ですが、当然以前より興味を持っておりました。でこれから の世の中はの傾向はすでに欧米では、かなり主流となっておりますが、街角にアートがあるということです。あることによってその街の付加価値が増していくということがあります。本日これからお披露目させていただきますが、以後八幡一番街商店会は、真実の口のある商店街、土屋不動産は真実の口のある不動産屋ということで、アピールしていきたいと思います。アートのある町のきっかけに、なっていくことを願っております。何卒ご支援のほどよろしくお願いいたします。以上です。続きまして、制作者の、A&M 藤田茜様、一言じゃお願いいたします。皆さんこんばんは。すいません、ご紹介預かりました株式会社 A&M の藤田と申します。私はアートの仕事をしています。いろいろなアーティストと一緒に、会社をやっております。ホテルとか、レストランとかオフィスとかいろいろなところにアートのある、豊かさをご提案したいなと思って、仕事をしています。それでうちの父の作ったずっと20年ぐらい前に作った真実の口、実はあそこのサイズ屋さんにもいっぱい入ってるんですけど、それを購入したいということで行っていただいて、茨城に行って作ってまいりました。今回このような大々的な会にしていただいて、皆さんのこの町の顔になると嬉しいなと思います。はい、では除幕の方に移りたいと思います。皆さん前の方にお願いいたします。除幕にあたりまして、ドラの音に合わせて 3-2-1 で行いたいと思いますので、皆さんもご唱和お願いいたします。ドラは土屋会長のご友人で日本テレビの清水さんとお伺いしております。よろしくお願いいたします。それでは清水さんお願いいたします。 3-2-1 除幕。はい、どうも大変おめでとうございます。今後はこの商店街は真実の口のある商店街ということでアピールしていきたいということで伺っております。さてこれから皆様にもこちらに置かれてありますワインやおつまみの方を、いただいていただきたいと思いますので、どうぞ、ご歓談くださいのでよろしくお願いします。ありがとうございました。自分で取ればいいじゃんね。
味しいですか？美味しい。梅。どうぞよかったら。どうぞどうぞ。すいません。いただきます。通行の方もどうぞ余ってますんで、よかったらお通りがかりの方もフードとワインとありますので、もうちょっとしたら歌を始めますので、はい。これからもですね、一番街と、土屋不動産とイコール真実の口、この3点セットで、10月の、20日にある1フェスを今まで以上に盛り上げていただいてですね、この地元からどんどん活性化するように皆さんで、頑張っていきたいと思います。なんか締めてしまうともったいないので、
頑張ろうということで、1フェスに向かって皆さんでせーので頑張ろうで最後1回で終わりにしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。ご協力いただきます。それでは1フェスに向けて、真実の口も土屋不動産もみんな頑張ろう。ありがとうございました。土屋会長、今日はお疲れ様でした。お疲れ様です。乾杯。いや、やっぱり結構な人数が集まったなというふうに思ってたんですけど、会長の感覚としてはどうですか。あ、もうちょっと来るかなと思う。もうちょっと来るかなと思ったんですが、はいはい、ちょっとまあね、たくさんの期間とたくさんのあれがあれかなと思って。なるほど。まあ、天気が恵まれたんで、そうですね、歌もあの間違いないで歌えたんで、いや、やっぱり会長の歌、すごかったですね。驚きました。びっくりしますよね。はい、まあ、スタジオでもね、触りなんでちょっとだけ聞かせていただいたんですが、やっぱり全体を聞かせていただいて、さすがだなって感じがしました。先ほど、テレビのインタビューも、受けておられましたが、テレビでは語れないような裏話とか、もしかしたらあるんでしょうか。まあ、でも、いろいろ語っちゃったんで、はい、そことはないんですけど、まあ、はい、とにかく、はい、なんか、アートのある街角っていうのはね、はい、やっぱなかなかいいもんで、はい、まあ、欧米ではね、まあ、一般的になるんですが、はい、なかなかまだ市川は意外と文化都市だとか教育都市だとかね、言いますけども、はいはい、ちょっとまだまだだなって感がありまして、はい、もちろん公的なところでね、据えつけてる。ね、チョコカーノとかいろいろありますけども、うん、まだまだな感じがしまして、うん、まあ、こういうのもきっかけになれば、まあ、自分でやっちゃうのが一番ね、うん、あんた言ってんだやりなさいよというあれがあるから、まあ、自分始めちゃうのが早いなって感じですよね。あ、こういう市川に対する熱い思いみたいなのがあるのかな。まあ、もちろん商店会長でそれなりにありますけども、はい、まあ、もっとね、こう文化的にこうなっていいなっていうポテンシャルはもっとあるはずなんですけども、そこら辺の掘り起こしの一段になれば、まあ、一別もそうなんですけどね、はい、まあ、すごいね、方もいるんですけど、なかなかね、そういう方は東京で活躍して地元じゃわからないんですよね。ものすごい人もいっぱいいるんですけどもね、はいはい、なるほど。やっぱしね、海を作っていかないとね、まあ、うん、まあ、命ある限りまだ言いませんけども、うん、私も来年は還暦なんで。そうですか。もうちょっとほらね、はい、先が見えてきたので、まあ、ちょっと世の中のためにいろいろね、やろうかなっていうのを思って。はい、はい、その意味で、この間、ちょっとスタジオに来て、お話ししていただいたんですけど、はい、看板の一番上に、ね、あれですよね、ミシェランの星を、千葉市川にみたいなのつけちゃったんです。この間ちょっとある有名ホテルの料理長やった方が、はい、なんですかこれはって2回見えて、はい、まあ、なんかあったらやりましょうよみたいなのでね、まあ、有名交換したというか、してあるんですけども、それも一つ、市川に新しい文化をね、生み出すっていうような、ね、その動きですよね。やっぱり食と文化の、はい、醸成度っていうのは比例してますから、はい、はい、いや、そういう意味では、またこの一番街、はい、そして土屋不動産が、はい、の中心になってます。まあ、なろうことなら新しい風が、起こっていくことを、まあ、期待をしていきたいというふうに思ってます。私たちもそれをまた、追いかけていきたい。まあ、素晴らしい人材もね、見つけるといるんですけどもね、そこをどう、ね、巻き込んでいくのか、なるほど、なかなかですね、難しいですけど、また今後もいいお付き合いをさせて、はい、はい、はい、どうも、はい、よろしくお願いします。じゃあ今日はありがとうございました。はい、はい、どうも、はい、はい。